皆さんこんにちは、まず社長です。今日はやっているようでやれていないハンドケアの、動画となります。人によっては手フェチですなんて方も多いと思うんですけれども、結構な確率でね、人目に手は触れていますので、注意しないといけません。やはり老化させてしまうとちょっとね老けて見えてしまいますので、今日はそんな悩みも簡単に解決するような動画になっていますので、最後まで見ていってください。はい、それでは、ホットタオルで、手を、蒸して柔らかくしていきます。オリーブオイルを2滴ほど、手に取ってなじませていきます。はい、細かい指のね、関節とか指先の方まで血を伸ばしていきます。はい、指先の方まで十分に伸ばして、手の甲もね、くるくるっと心臓の方に向かってなじませていきます。続きまして、指先の方の細かいところまで、なじませていくんですけれども、一応螺旋状にね、指先の方に向かって、もうちょっと細かいところまでオイルを、浸透させていきます。手の甲もね、ゆっくりとしっとりとするようになじましていきます。はい、こちらですけれども、爪の付け根の層母というところですね、爪が作られるところから優しく、はい、ヘリもそれから先端もゆっくりオイルをなじませて、あと関節ですね、グッと押していきます。せき止める感じで第一関節、あ、付け根ですね。で、第一関節から第二関節に向かってプッシュしていきます。で、爪をちょっとプッシュしていきます。中指も同じように、はい、押さえてプッシュしていきます。はい、小指も根元から第一、第二関節までに。はい、続きまして第一関節、第二関節の曲げるところ、結構シワに、ね、なりやすいので、しっかりここも横、シワの平行ですね、向かって、ちょっとマッサージしていきます。はい、この後ビニール手袋をはめていきます。ビニール手袋の、ね、ご用意ができない方はサランラップ等を巻いて保湿していっても大丈夫です。3分から5分置いていってください。はい、時間が経ちましたので取っていきたいと思います。しっとりね、しているかと思います。はい、つやっと。で、これを軽くですね、まあ、余分な油ですとかを、取っていきたいと思います。あまりここで強くね、こすってしまいますと、せっかくの潤いがちょっとね、半減してしまいますので、優しく、まあ、余分なものを取っていくっていう程度でいいと思います。はい、はい、お手持ちのですね、化粧水を、かけて手になじませていってください。これでもう本当に柔らかくなりますので、はい、綺麗になってきたと思います。はい、しっとりですね、肌も柔らかく、本当にしっとりだと思います。はい、しっとり綺麗になりました。こういったね、関節とか、それからフィッチですね、すごくね、柔らかくなったと思います。日頃のね、やっぱり積み重ねで、関節と硬くなっているところもだんだん柔らかくなってきますので、ぜひとも毎日とはいかないかもしれないですけど、なるべく、行ってみてくださいね。はい、
まあね、こういう風に、はい、左と右どうでしたでしょうか。こんなに綺麗になりました。ありがとうございます。はい、皆さんどうでしたか。綺麗にしっとり、なりましたでしょうか。日頃からね、ケアっていうのは大事になってきますので、テレビ見ながらとか YouTube 見ながらとかでもいいですので、オイルつけてやってみてください。手はね、本当にみんなにこう見られてますので、積み重ねで綺麗になっていきますので、どうか美しい手を保っていってください。今日も最後まで見てくださいましてありがとうございました。また次の動画ですけれども、足のケア、足フットですね、はい、いろいろ出していきますので、唇、はい、それも出していきますので、よかったらまた見てください。それではまたね。で終わりと思ったら次の予告だよ。次はこちらの動画です。見てね。じゃあねー。